小森さん、今お帰りですか？立花先輩、ほら先輩、早く行きましょう。あんみつ屋さんの食べ放題終わっちゃいますよ。申し訳ありません。今日はご覧の通り、後輩たちと商店街に寄る約束をしているもので。いえ、そんな。先輩、早く早く。それでは失礼しますね。何言ってんだ、縁起でもない。ふぬーのくん、遅れてごめんなさい。ええ、そうね。面白そうね。中へ入りましょう。ふぬーのくん、こういうところへはよく来るの？素敵なことだと思うわ。きっと詳しいんでしょうね。私にもいろいろと教えてほしいな。ねえ、まだ時間も早いし、どこか寄っていかない？よかった。それじゃあ、行きましょうか。お店の中、ちょっと混んでいるみたいね。にぎやかなお店ね。なんだか落ち着かないわ。そうそう、もうすぐなのよね。いいわね、ちょっと面白そう。そろそろ帰りましょうか。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。それじゃあさよなら。はい。あ、今忙しいんだけど。ごめんなさい、いけないわ。それじゃ。
今日はどうしたんだい？もちろんいいよ。お前のお誘いならいつだってOKさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。あのね、ちょっといいかな。あのね、ああいうことってよくないと思うの。別にね、あなただからっていうわけじゃないんだけど、やっぱり私困るよ。私、ちっとも気にしてないからね。今度から気をつけてくれればいいの。それじゃ、またね。あれはないやろ、あれは。とぼけるのも大概にしとき。なんぼうちがユーモアわかる言うたかて、あれはやりすぎやで。今度やったら許さへんからな。よう覚えとき。私、あなたのこと見損ないましたわ。私の口からは言えませんわ。あんな野蛮で恥ずかしいこと。あなたの顔なんて二度と見たくありませんわ。意外だったよ。お前、思ってたより大胆なんだな。ああいうことはさ、もっと相手を選んだ方がいいと思うよ。私、とっても驚きました。本当にお元気なんですね。いっそのこと、合気道部に入ってはいかがですか？大活躍できますよ。それでは失礼します。あのね、ああいうことってやめた方がいいと思うの。とにかく忠告はしたから。ちょっと、ああいうのってさ、冗談になってないよ。私、見損なったな。今度やったら絶好だからね。君がまさか、あそこまでやるとはね。あの瞬発力といい、ダッシュ力といい。負けたよ。この俺も乾杯さ。今からでも遅くない。うちの部に入らないか？何ですの今の声は。悲鳴じゃないか。ゆっこ、どうした？なんだか騒々しいですね。え、何かあったの？何？どうしたの？もう、私困るのに、どうしてあんなこと。そんな、どうして二人も。だったの？
だってこんなにそっくり。あれ？どうしたの？リカちゃん。あのさ、試作機2号こっちに来なかった？え？試作機ってそれじゃあ。まるで生き写しですわ。鏡を見てるみたいだな。ほんま、えらい似てるわ。立ち振る舞いまで同じですね。実は双子じゃないわよね。だもんね。そんなことないよ。ちゃんと見分けつくようにしといたもん。よーく見るとわかるけど、本物より手元のシワが一本多いんだよ。なんだ、そうだったんだ。私もうびっくりしちゃった。さすがリカの作ったものですわ。よくできてますわね。なんだ、そんなことだったのか。やれやれだな。なんや、真相は意外につまらんもんやな。もうちょっと騒動大きくなっとったらおもろかったのに。やっぱり日頃の行いがものを言うんですよね。そうだったのね。よかったね、誤解が解けて。なんか紛らわしかったみたい。ごめんね。でもまだ試作段階だからね。これからもっと改良して機能も充実させるんだよ。今日からモテモテに。うわー、本当だ、世界がバラ色に見えるよ。